2010年頃のこと。たまたま耳にした、桂三枝さんの創作落語が、とても面白く、それ以降、三枝さんの落語をたくさん収集し、何度も聞いています。そんな中でも、超、面白いものについては、自分の宝物のようにし、時折聞いて、気分の高揚を図っています。それらの中から、その一部をご紹介させていただきます。きっと、腹を抱えて笑う情景が、いくつもあると思います。テレビというのは、いろいろと、ええ加減なところもあるようでございまして、フジテレビで昔小川博師匠の中で初恋談義というのをやっておりまして、私初恋談義に3度出たことがあるんですよ。考えますとええ加減なもんでございますな。で2回出ましてね、もうないかな思ってましたら、テレビ局のディレクターが、もうそろそろ別な初恋ないですかってこう電話がかかってきまして、まあこちらの方も一生懸命探して出たんですけども、よくテレビのご対面の番組で、さあこの方覚えておられますかってこう言われた時に、あれは嘘でございます。というのはディレクターがあらかじめ参りまして打ち合わせをするんです。さんさん、どういう方にお会いしたいですか、先に言うんです。こうこうこういう方を、さあもう分かってまんねん。せやのに、そういう俳優さんはあまり信用なさらない。前に私そういう風にディレクターが来られましてね、さんさんどなたにお会いしたいですか、中学校3年生の時の担任でして、渡辺先生というのをお願いします。あれは前日から泊まるんです、東京へ。朝が早いですから、考えてますよ、ホテルも別々でね、で放送局へ入る時間も違うんです、楽屋も階が違いまして、絶対に合わさないように、もうそんだけ会いたがってんねんから早う合わしゃええけど。で前日から泊まりまして、ホテルにおってもしゃあないで、六本木へ遊びにブラッと出た時に、その渡辺先生とバタッと会うてしまいました。あの時はびっくりしましたな。あら、こら、えらいこちゃん、どないしようか思ってたら、先生、おお、川村川村、久しぶりやな、明日お前のテレビに出んねや、よろしく頼むぜ、言われまして、飽きまへんねん、ええやないか、ちょっと飲みに行くや言うて、それから3時間一緒に飲みまして、懐かしい話みなしてしまいました。もう明くる日は抜け殻ですわ。なあ、小川博師さんが、はい、三枝さん、次に出てこられる方ですけども、わかるかな、私はもう出る前から分かってます。もう話して、ああいう感じが、さあどうぞ言うたら、先生がニコ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 しながらで出てくるんですわ。で、わかりますかって言うた時に、私もいやーと言おう思いましたんやけど、やっぱりそこまでね、なかなかできんもんですな、人間は。割と正直なんでしょうかね。わかりますか言われまして、は、3年生の時の担任の渡辺先生です言うたら、お母さんが、あら、こちらこうしてね、20年ぶりに会われてどうですかこの方は、20年前が昨日のことのようでございます。ええ加減なもんでございますけれども、ですからああいうご対面番組というのも裏側ではいろいろと大変でございまして。吉田君、ね、ちょっと何か、いや今制作局長に呼ばれてね、いや我々ねやってるスターご対面という番組ね、あまりにも視聴率が低いからスポンサーから降りたいと言ってきたの。嘘、本当なんだ。まあしかし我が局もな、他局へのメンツもあるし、始まってまだ6回目だからね、なんとかワンクールを続かせたい。まあそこでこの番組をグレートアップする、手こ入れして視聴率を稼ぐということでスポンサーに納得してもらったんだ。まあそこで責任を取らせるということで、プロデューサーの私は交代ということになってね。そうですか。ディレクターの君は続けてやることになったから頑張ってね。はあ、しかし勝率戦争とはいえ厳しいですな。1回は勝率が良かったんですけどね。
武しのぶの時はな、初恋の先生と会うという時は確か 21.8 だったかな。それが先週は 2.3 だ。で、あとは一体誰がやるんですか。大沢プロデューサー。へえ、あのスペシャル番組をやってる、なんせ我が局では一番視聴率を稼ぐ男だから。いや、しかし視聴率を稼ぐか分かりませんが、いい加減なやつばっかり作ってますよ、あのスペシャルは。これもんばっかりですよ、知ってますか。ねえ、あの埼玉のお口に怪獣タマゴンを見たとか、横浜のラーメン屋に宇宙人が来たとか。先週見てまして家で嫌になりましたな。あの深夜の国道に立つ女の幽霊は細川ガラシアだった。なあ、アホなことがありますか。これが 32.5% だ。そんなにありましたか。視聴率が私なの分からんよ。はあ、で、あなたはどうされるんですか。制作を外れてね、資料室へ行くことになったんだ。また資料がいるようなことがあったら言ってちょうだい。揃えとくから。情けないわ。新しいプロデューサーがやってまいりますと、早速スタッフを集めまして制作会議が開かれます。橋本、大沢だよ、大沢。なあ、きっと視聴率上げるから、みんな俺についてきてね。必ず俺をとにかくビッグにしてくれ。ロックシンガーみたいなことは言うよ。吉田、あ、来週のゲストは決まってるのか。あ、今日は郷ひろみを抑えてあります。郷ひろみ、いいじゃん。はい、もう必死になって抑えたんですから。今スケジュール忙しいですから。で、対面の相手は、あの郷ひろみが中学校時代近くの空き地でキャッチボールをしたと相手で思ってまして、この田中健三さんという今生命保険に勤めるサラリーマンの方でございます。面白くないな。なんかグッとくるもんがないな。ドラマはないな。それちょっと断りなさい。断りなさいって。いや、しかし。しかしも昔もない。面白いか、そんなん呼んできて。郷さんの球はどうでした。え、意外と早かったです。アホよ。そういう、あんまり面白くないんだ、そういうのは。もっと見たいもん。滝本もいろいろ同じものをやっておる。視聴率戦争に勝つにはもっと大衆が見たいもの。そうだが、それはスターの隠された過去であり、そして生活なの。そしてその隠された過去や生活が不幸であれば不幸であるほど大衆は心が満たされる。分かるな、この論理は。いいね。はあ、で、どなたか当てはあるんですか。私は新人歌手でいきたい。新人歌手。スターでも視聴率が取れないんですよ、新人。君な、スターで視聴率を取る時代は終わった。これからはドラマチックな。ほう、あ、そうですか。私の頭の中にはもうフォーマットは膨れ上がっておる。ここにある新人歌手が小さい時に肉親と別れた。別れてからデビューまでの生活を司会者が盛り上げる。悲しく悲しく、そして肉親と対面する。涙涙の対面だ。そして肉親の前涙涙の涙だ。スポットライトを浴びてキレキレに歌う。どうだ、美しいだろう。少女フレンド風ですな。こういうものを大衆が喜ぶん。はあ、あ、そうですかね。それは一体誰ですか。そういうのを探しなさい。それを探すんですか。この頃はな、日本の歌謡界というのは一月に何十人とデビューしてる。探せばおるはずだ。プロダクションとかレコード会社にどん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 スタッフを集めて電話して生活をチェックしたまえ。今までの生い立ちをチェックすれば、まあ売り出すきっかけの向こうは協力するだろう。いいな、早く。ああ、それからな、演歌にしなさい、演歌。日本人の心を打つのはやはり演歌。30過ぎれば皆演歌だから。いいな。わかりました。プロデューサー、わかりました。降りましたよ。いたか。はあ、降りました。演歌か。演歌でございます。え、歌がですね、会いたかったぜという演歌でございます。会いたかったぜ、ぴったりだね。で、名前は、CBS ビクターからデビューいたしました新人でございましてね、五木真一と申します。継ぎはぎだらけの名前だな、それ。はあ、五木真一と言いましてですね。おお、そういうのがおったか。五木真一というのは8歳の時にお父さんと別れているんです。8歳、別れ頃がいいな。それで、あ、父親は元旅芸人でございました。最高じゃないか。それで、
この旅役所をやっておりまして、父親があちらこちらこの巡業をしておりましてですね、新潟のある町へ行きました時にこの五木真一の母親と知り合った。この母親は料理屋の娘だったんでございますが、初め反対されましたんです。結婚はダメだ。ところが役者を辞めて家を手伝うならいいということで、役者を辞めまして料理屋を手伝ったわけでございます。結婚いたしまして、ところが役者の生活が忘れられなかったんでしょうな。8歳の時に、新一が8歳の時に家を飛び出しまして役者へ戻ったんです。いくら説得いたしましても意志が強固でございまして、1年後に協議離婚をいたしました。はあ、楽しいエピソードだなそれは。で、それから、はそれからと申しますと、その母と子はどうなったんだ。はこの母親の父親がですね、それからすぐに死にまして、母親が料理屋を手伝ったわけでございます。つまり任されたわけでございますな。これが詳細があったと言いますか。どん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 店が大きくなりましてね、もう県下でも有名な池魚料理の店でございます。持ってるんですな。もう小さい時から母親が芸事が好きでございまして、新一を中学校の時から新潟市内の歌謡学院に通わしまして、でまあデビューいたしました。かなり積んだらしいでございます。面白くないなそれは。全然面白くない。いや面白くないと言いますと、いやだからその料理屋は潰れたことにしよう。なあほな、いや潰れたことにって、あの現在あのその土地でやっとるんですから。この番組はその土地へ向けての優先放送じゃない、全国だ全国。いやしかし事実そういうふうに、君な我々テレビマンというのはいつも大衆が喜ぶものを作らんといかん。大衆が喜ぶもの、つまりそれが真実、事実なんかどうでもいいんだ。それから母と子は生きていくために魚の行商を始めてた。いいなこれは。しかしそれはちょっと臭いように思いますよ。こういうのを大衆は喜ぶんだ。で父親の方は、は父親の方は劇団に戻ったんでございますが、またそれからすぐに辞めまして、二度目の奥さんと小さな小さな印刷工場を始めたんですが、これがうまくいきましてね、今どん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 手を広げました。かなり大きく大阪で商売をやっているそうでございます。面白くない。その印刷工場は潰れたことにしよう。しかしそれでは当人同士が戸惑いますよ。君ら人間というのは自虐的な生活を持っている、つまり性格をだな。人にどん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 そういうふうに言われているうちに、だんだんその気になっていくもんだ。そんなもんで抑えますかな。そういうふうに、つまり母と子はいいか、デビューまでは辛く悲しく貧しいように、構成作家にそこのところは盛り上げて書くように言っときたまえ。はあ、いい加減なもんでございまして、いよいよ放送当日がやってまいります。吉田君、あ、どうだ、うまくいっとるか。はこの時うまくいっているようでございます。もう新一の方も興奮しておりましてね、で親父の方は、親父の方がね困ったもんでございます。もう少し昔役者でございますから、舞台度胸があるかと思いましたら、舞台に出るのは怖いと言いましてね、舞台に出るのは白塗りさせてくれとこう言うんだ。ご対面の相手が背広着て白塗りで出てきてどうする。泣くように言っといたか。もうそれは間違いございません。もしも忘れた時にはフロアディレクターが紙に泣けと書いて見せるようになってございます。しっかり頼むだろう。5、4、3、2、1分前。いろいろこういうのは時々あったりとかします。よくあるんですこういうのが。9、皆さんご機嫌いかがでございますか。スターご対面の時間がやってまいりました。この番組はスターの隠された過去を皆様に紹介し、そして懐かしい人に会っていただきます。今週のスターはこの方です。どうぞ。ただいま新人街道まっしぐら、演歌の期待の星、五木真一さんでございます。どうも真さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。かなりデビュー曲が順調で良かったですね。はい、ありがとうございます。さて真一さんには隠された悲しい過去がございます。8歳の時にお父様と別れられたそうでございますね。はい、父は元役者をやっておりました。役者の生活が忘れられず、
私と母とを置いて出て行きました。そうですか。それから母と子の苦難に満ちた人生が始まったわけでございます。お母さんはそれからすぐに小さな小料理屋を始めました。しかし慣れない商売すぐに潰れてしまいました。借金取りが毎日やってくる。いたたまれず、お母さんは小さい紳士さんの手を引いて追われるように町を出たでございます。そして母と子は佐渡島に渡りました。そうでございますね。佐渡島当たったような気もします。お母さんは生きているため魚の行商を始めました。日本海の冬は冷たくて厳しい。何度も死のうと思ったことがあったそうでございます。しかしこの子のために凍えそうな新一さんの手を肌で温めながら歯を食いしばって頑張ったそうでございますね。そんなこともあったかなと。しかし新一さんが中学1年生の時、厳しい行商がたたってお母さん病気になってしまったそうですね。なりました。あくる日からお母さんに代わって新一さんは魚の行商を始めました。少年の肩、行商の荷は重い。でもお母さん、おいしいものを食べさせて。新一さん、この時が一番つらかったですか？今もつらいです。その時もつらかったです。今ももっとつらい。そんな暗い生活の中でたった一つの希望は歌を歌うことでした。しかしレコードを買うお金がない。仕方がないのでレコード屋さんの前流れてくる曲を一緒になって歌っていました。ある日のことレコード屋さんのご主人、君はいい声をしているね、歌手にならないかと言われたそうでございますね。もう人の言われるまま生きてまいります。もうどうでもいいです。さてお父さんは今どこでどうしておられるかご存知ですか？いいえ、お父さんは大阪にいらっしゃいました。さあそれではお父さんに登場いただきましょう。お父さんの登場です。私のことは忘れて、肩の力を抜いて、もっと自然にし、新一、こんな歯を落とったお父さん、楽に。テレビは、新一さん、お父さんは今、大阪で小さな印刷工場をやりながら、タクシーの運転手さんをしているそうでございます。そうですね。お任せいたします。大阪の街を流している、いつか新一さんが乗ってきて前の名札を見て、お父さん僕ですよ名乗ってくれるかもしれない。毎日毎日大阪の街を流していたそうでございますね。お好きなように。お父さん、しっかりと握って、お父さん、お父さん、新一さんを抱いてあげてください。新一、そう、もっとしっかりと、お父さん、ここでこうして会えば、またしばらく会えないんでしょう。いえ、また明日、フジテレビで会います。